中川区にある喫茶店共和コーヒー。炭焼きコーヒーを使用していて、コクと深みがあるのが特徴です。ありがとうございます。コーヒーを飲んでいるこちらの男性、ただ休んでコーヒーを飲んでいるわけではありません。向かった先は倉庫。こんにちは。こんにちは。受け取りに来ました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。すいません、毎度毎度。はい、はい、店の奥で何かを受け取りました。それはコーヒーの残渣、いわゆる残りカスです。受け取ったのはおよそ5キロのコーヒーの残りカスですが、そのカスを何に使うのでしょうか。その答えを探るべく来た場所は名古屋市東区の太陽です。販促物を売る会社が先ほどのコーヒーのカスを使って SDGs に取り組んでいました。それはコーヒーなどを、原料として、ボールペンなどを作っております。コーヒーのカスでボールペンを作っていました。太陽は廃棄する予定だった食品のカスから新たな商品を作っていました。街中やイベントで配られる販促物はほとんどがプラスチックでできています。しかし脱プラスチックの流れを受けてこの会社にも変化が。昨今 SDGs っていうのが言われている中で、プラスチックの使用率を減らすにはどうしたらいいのかっていうところがきっかけです。例えばこのコースターはどのようにして作られるのでしょうか。食品のカスはまずプラスチックと混ぜ合わせ粒状にします。その粒は大きな容器に入れられ、およそ100度で熱せられてドロドロに。その液体を型に入れると黒色のコースターが完成しました。この単純な作業でも開発に3年もかかったといいます。ここがネジ山があるんですが、ここにコーヒーの、粒がネジ山にポンと一つあるだけで、それが引っかかってうまく、閉まらないっていうことが起きました。この製品をよく見ると黒い粒々が、食品のカスが残っているのがわかります。このカスを細かくするために試行錯誤を繰り返しました。もっと細かくするのどうしようか。ここの機械ではここまでしか細かくできないけど、あそこの会社さんが持っていらっしゃる機械ならさらに細かくできるということで、いろんな会社さんにご協力を仰ぎながら進めてきました。この SDGs の取り組みで新たな企業からの発注も増えたそうです。使われる方が特に意識をしなくても、あ、これが SDGs なんだって、その普段使いするもので、それが結果的に SDGs になっているというものをどんどん作っていけば、もっと、広まっていくかなと思います。